マーハンカリミナセリ、メフラン・キャリー・ミーナーセリ、メロン・カリー・ミーナスリー1942年隊は、1988年8月8日、以来フランスのシャルル・ド・ゴール空港の出発ロビーで生活をしていたことで知られるイラン国籍の難民。サー・アルフレッド・マーハン、サー・アルフレート・ミランとも称される。マーハンカリミナセリ、ミラン・カリミナセリ、マーハンカリミナゼリ。 アルフレッド・マーハン、アルフレッド・メーラン、アルフレート・メロン、アルフレッド・メヘラン、などとも表記される。メフラン・ナーセリーは1942年、イランの南西フーゼスターン州のマスジェ・デ・ソレーマンデに勤めるイラン人の医師の子として誕生した。ナーセリーによると、自身の母はイングランド出身の看護婦であったと述べているが、家族はこれに異議を唱えている。 1973年9月にイギリスへと留学しその後3年間ブラッドフォード大学でユーゴラビアに関する勉学を収めた。1974年3月にナーセリーはイランパフラビー町のシャーモハンマドレザーパフラビーの統治に対する反対運動に参加した。1975年8月7日にイランに帰国した彼はメヘラーバード国際空港で イランの秘密警察砂漠、砂漠に拘束され、エビーン刑務所に収容された。国外追放に処せられるまでの4ヶ月間に彼は拷問を受けたとされる。ヨーロッパへと戻った、彼はベルギー西ドイツの各政府に対し政治亡命の申請を行ったが、いずれも却下された。1978年にはフランスにおいて同様の申請が却下され、 広告も受け付けられなかった。イギリスへ向かおうとしたナーセリーは、キースロー空港で入国を拒否された。西ドイツにも入国できなくなった、彼はベルギーへと向かった。1980年10月7日に、ナーセリーは、在ベルギー国連高等難民弁務官事務所により、難民として認められた。ナーセリーは、その後1986年までベルギーで、 生活したが、イギリスへの移住を決意して、ベルギーを離れた。旅の途中、シャルル・ド・ゴール空港に向かうラーの駅で、彼のショルダーバッグが、盗難に遭う。ヒースロー行きの航空機には乗ることができたものの、ヒースロー空港で、自身の身分を証明する書類がなかったため、係員は、入国を拒否しなせりは、シャルル・ド・ゴール空港へと引き返した。フランスの役人に対しても、 難民としての身分証明を行うことができなくなった。彼は、シャルルド・ゴール空港の待合ゾーンへと移動した。ただし、自伝、ターミナルマンでは、難民認定書は盗まれてしまったと取材などで答えていたが、実際は1986年、ベルギーからイギリスへ向かうフェリーの中でもうベルギーは、出国したので民認定書と、イギリス領事館が発行した入国許可証は、 不要と考えて、フェリーのポストに、国連高等難民弁務官事務所宛てに、投函してしまったと語る。その後、イギリスの入国審査で、入国拒否され、ベルギーに送還されるが、そこでも身分証明書などがないため入国拒否され、再び、イギリスへ送還。それを何度か繰り返しているうちに、イギリスの係員がフランスなら、入国できるかも、と、 フランス行きの旅客機に乗せ入国だけはできたのが空港生活の始まりと説明している。彼の困難な状況は弁護士、クリスチャン・ブーゲの知るところとなった。訴えによって1992年にフランスの裁判所はナーセリーが合法に入国した以上フランス政府にはナーセリーを国外に追放すことはできないとの決定を下した。しかしナーセリーには 難民としての身分と通過ビザが与えられなかったため、彼自身は空港ターミナルビルの中で宙に浮いたままとなった。ブーゲラは、ベルギー政府に対し、ナーセリーの難民としての身分証明書を再発行するよう求めるが、ベルギー政府の難民担当部署はこれを拒否し、ナーセリーが過去に身分証明書を発行された本であると確認するために、当人が、 ベルギーの役所に出頭する必要があるとしている。ベルギーの法律によると、自発的にベルギーを離れた難民には再入国が許可されないとあり、ベルギー政府はナーセリーの入国を拒否していた。1995年にベルギーは態度を和らげ、ナーセリーがソーシャルワーカーの監視の下、ベルギーで生活することに賛同するならば、身分証明の発行を認めると伝えてきた。 ナーセリーはベルギーで生活することを受け入れておらず状況は変化していない。彼自身はイギリスでの生活を望んでいる。1999年にフランス政府はナーセリーに対し居住許可及び難民用パスポートを交付しフランスで生活することを認めた。しかしナーセリーは文書において自身の個人情報が正確に記されていいことに憤慨し、 サインを拒否した。この頃から、ナーセリーは、自身はイラン人ではない、ペルシア語も話せない、と述べるようになるなど、精神的に問題を抱えるようになったと見られる。イギリスの役所からサー、サーは、一般的な継承としても用いられるで始まる書類を受け取っていた。彼は、自身の名を、サー・アルフレッドと呼ぶようになった。数年間が経つとナーセリーは、 空港での生活に順応するようになった。ナーセリーは毎朝5時、早朝便が到着する時刻に空港のトイレで髪を洗い、身だしなみを整えている。空港の職員は時折彼の衣服の洗濯を行っており、ナーセリーのためにソファーも用意された。ナーセリーの日中はラジオを聴くこと、読書、日記を書くことに費やされる。日記は後に、 アンドリュー・ドンキンにより編集され、自伝として出版された。この自伝は、イギリス、ドイツ、ポーランド、日本などで出版されている。よく、15年以上ずっと空港に滞在し続けたと語られるが、彼が空港にやってきてから15年余りの間に、空港内でのアルバイトで貯めた資金でチケットを買い、ロンドンまで飛行機で赴いたことや、 ただし、ビザがないため、イギリス当局に入国を拒否されシャルル・ド・ゴール空港へ、強制送還された空港の制限区域内から、無断で出たために、フランス当局に束され刑務所に一時収監されたりと、空港の敷地外に出たことも何度かある。ナーセリーをめぐる逸話は1993年に、フランスにおいて、ジャンロシフォール支援のパリ空港の人々として映画化された。 ノンフィクション作家、マイケル・パタニティはという短編でナーセリーを描いている。2004年の映画、ターミナルは、ナーセリーの物語が元になっている、とされる。しかし、DVD や公式ウェブサイトには、ナーセリーの名は登場しない。DVD にはこの映画は、一見信じがたい物語であると書かれており、脚本家の創作であると、示唆されているが、公式の宣伝とは異なり、 ガーディアン氏は、スティーブン・スピルバーグ率いるドリームークスが、ナーセリーに映画化権料として25万ドルを支払ったと報道した。2004年には、ナーセリーがこの映画のポスターを持っており、次のように語っている。そう、映画のせいで、僕のアメリカへの関心は強まっているよ。いいことだろ。映画におけるトム・ハンクスの役柄とは異なり、少なくとも1九9四年以降のナーセリーは、 デューティーフリー区域では生活しておらず、出発ロビーのある建物のブティックレストラン区域で一日過ごしていた。一見して話好きであるようには見えず、生活用具を詰めたカートとバッグを側に置いているために、身なりの悪い旅行者かホームレスのように見えた。2004年にはアメリカへ入国するためのビザを取得し、アメリカへの移住も考えていたそうだが、2006年8月に、 体調を崩し、一時空港内の病院に入院していた。2007年1月に彼は退院したが、フランス赤十字が彼の待遇を有料し、パリ郊外のホームレス支援施設に彼を移送した。これによって1988年から続いた彼の空港暮らしは19年目で、ひとまずの収束を得る形となった。フランス政府からの滞在許可書を持ち、さらに、 アメリカへの入国ビザを持つ、彼はもう空港で生活することはないと思われる。ナーセリーは、シャルルド、ゴール空港第一ターミナルビルの内庭に面した、ガラス窓沿いのソファーに、いつも座っていた。ソファーは、チェックインフロアから、トランジットフロアへと向かう場にあり、到着便で降り立った場合は、トランジットフロアから、会場の荷物受け取りフロアに向かう途中にある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。